くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラジャン見れるくるぶしです。そうです。OK。 はい、本日も始まりましたくるちょもチャンネル、今日も車の中からですけれども、くるちょもだけに、ロソに今いるんですけれども、お、唐揚げくん、唐揚げくんは今度は唐揚げくん何種類買います？まあ僕らももう30超えてですね、うん、挑戦をしてないと。ケツに異物突っ込んでんだこう飲み物とか決まったもん買っちゃったりするじゃないですか。食べ物も結構もう美味しいって分かってるものを買ってみたり、まあまあ自分の好きなものをね、うん、そう、自分が絶対選ばないものを買ってみようじゃないかと。なるほど、無駄遣いするわけですね。無駄遣いなんですけど、それで人生が変わったり生活環境が変わったりするかもしれないと。なるほど、はい、ちょっと刺激を与えていこうという感じでね、3点、うん、3点、うん、じゃあ早速買いに行ってみましょう。はい、ラップレディゴー。しょー、買っちゃったね。買ってきたー。絶対買わんわ、ね、俺も全部。じゃあ俺から一つ目いきます。おう、買わないな。じゃん、Be Kindっていうなんかナッツバーみたいな。買わんなー。バー系食べるっちゃ食べるんだけど、220円すんの。まあ高い、高いか安いかも分かる。高いんや。高い。チアシード。あー、健康健康、うん、スーパーフード。慣れない味です。福田萌子さん食ってそう。はい、じゃあ次チョモの一発目いきたいと思います。おう、はい、こちらです。でーん、こい北海道メロンこんにゃくゼリー。大丈夫じゃないの？いや、これ系の、うん、まあ、ウィダーとか、うん、そういうの買うけど、これは選ばん。北海道メロンこんにゃくゼリーは選びませんね。あ、でもメロンは俺この緑よりもこのオレンジのメロンのが好きなんですよ、うん、どっちかやったら。あー、うまいね、うん、変わんねやっぱこういうオレンジのメロンの味がするの？せんこともないし、うん、ウィダーとかってもっとクラッシュゼリーがいっぱい入ってる感じだけど、うん、汁とちょっと固形のゼリーが別々に入ってきて非常に飲みづらいですね。ゼロカロリースタメン入りない。スタメンはない。次いきます。はい、俺ね、どっちかっていうとこれ苦手です。ラムレーズンのチョコ。あ、買わんわ。買わないよね。買わん。今食ったらいけんじゃないかなと。大人になった今、うん、ディズニーグッズみたいな、穴雪のグッズみたいな。ありのーママのうわ、もう匂いがすごい。口どけラムレーズいただきます。熱出そうマジきつい。マジで今年一おもろいコメントやわ , 笑えないぐらいきついこれ。くるぶし、これまずスタメンに入りません。ちょっと一個ぐらい、あ、これうまいじゃんっていうの欲しいよね。ね。おう、じゃあ、はい、じゃあもう次行ってみます。俺もこれは絶対買いません。お、日本の果物知らぬい。知らぬいっていう果物の名前。そう、それも俺も知らないからね。そう、知らぬいみたいに言わないよ。そうそう、私知らぬいのこと知らないから多分買わない。形はいびつでも驚きの甘さのみかん。あ、そうなん、みかんなんだ。へえ、もしかしたらいいかもしれない ね、 いいね。ただ果汁は 1% ですけどね。これワンチャンあるんじゃない。知らぬい行ってみようと思います。はい、ダメ。マジ？うん。うまい。これうまい。これうまい。知らぬいうまい。そう、しかもそのみかんも、なんか嫌なみかんじゃない、うん。俺みかんジュースってあんま好きじゃないねんけど。これはいい。あ、マジ？来た。食わず嫌いあかんな。あ。知らぬいいいぜ。普段なら絶対流すけどね。いや、買わない俺も。これこうやって置いてても、シューやんね。買わんねー。絶対買わんよね、これ。いや、いいんじゃないですか。企画的には一番いい。
で、くるぶし最後です。はい。で、リスナーさんに聞いたんだけど、まあ、俺個人的には買わないかなっていうもの。うんうん、じゃん。白い恋人、ホワイトチョコレートドリンク。絶対買わない。絶対買わん。逆に喉乾きそう。やべえ匂いしかしないもん、それ。ねえ。じゃあ、いただきます。うん。ちょっと行ってみるか、次。まさかのノーコメント。あの、美味しいっちゃ美味しいんだけど、何味って聞かれたら分かんない。このホワイトチョコレートドリンクやもんな。うん。だって白い恋人ってクッキー含めやん。だって。うん、それも一緒に入ってるってことやろ、ね、クッキー感はないけどな。あの、白いとこのだけの、白いとこ、水に溶かして伸ばしたような。でも美味しいっちゃ美味しいけど、もうないかもしれません。いや、ないやろ。じゃあチョモ、うん、3つ目最後の絶対買わない商品こちらです。チャオ。俺リボンかと思ってたらチャオなんだ。やろ、リボンは買ってもチャオは買わんやろ。これ何月号ですか。3月号、チャオ3月号です。でめっちゃあの付録挟まってた。なんか付録も挟まってて、昔さ、俺がガキの頃ってさ、うん、こういうの立ち読みできたやん。でも今もうね、この剥がせるテープっていうのが貼ってあって、うん、もうね、立ち読みできひんようになってるんですよね。でしかもビビったんが、うん、今チャオいくらになってると思う。500円。これ今特別定価640円になってます。お、結構しますね。いや、めっちゃ高いって。640円やで。ちょっと迷ったもん。ジャンプっていくらなんですか。ジャンプって今の値段知らんけど、昔190円とかじゃなかった、うん、いや、まあしょうがない時代ですよ。ということですね、こちらを、3月14日の、久しぶりのくるちょもイベントにて、2800円で販売したいと思います。2人のサイン入りですね。なんか間に俺らのグッズ挟めとこう。そうしよう。私物挟めようかな。あ、そうしようね、うん、俺らのヌード写真を挟んで。コンビニで普段あんまり買わないもの、絶対買わないもの、3つ買ってみましたけれども、はい、知らぬいだけでしたね。知らぬいだけだね。このナッツが一番良かったかなっていうぐらいで。まだあ、これが一番マシやばい。これがきつい。やっぱ熱出ちゃうからね。熱出そう。やっぱチャオは本当にチャオはいいね。オチには最高だね。チャオ。皆さんもね、たまにはこうやってあの気分転換に普段買わないものか見たら、思わぬ発見があるかもしれませんね。確率低いけどな。とりあえず知らぬい買ってみよう。コンビニですし、普段買わないもの買ってみた。ご紹介しました。ありがとうございます。大好き。え、かわいいね。一緒に行く。おうちでリラックマ。